さあさあさあ始まりました、はい、今週のグラフィティということで、ね、はい、記念すべき3回目、3回目です、3回目、まあ、来週もあるということで皆さんこうご期待ということなんですけども、うん、まあね、じゃあ早速いっちゃいますか、はい、今回のタイトル、今回ね、ゲストがいないということで、ちゃちゃっと行きます。よし、行こう。さあ、始まりました、グルダン TV の I love I こっちやで。さあ、今週も始まりました。こちら、コーナーの説明からいきましょう。説明しよう。このコーナーはメインパーソナリティ、神、大の独占企画であり、毎回神がかった、至って日常的なエピソードを平民のチミたちにお届けするありがたいコーナーなのだ。なお、まだ神になられてから日が浅いため、視聴者諸君には容赦ない手厳しい鉄槌のコメントと神と戦ってほしい。いわば、神、ダイヤのシミュレーション型育成ゲームと言えよう。ということで、神々のお告げ、神の意志を告げる者、どうも今回もやってまいりました。神のねエピソード前回も話させてもらったんですけど、今回も一つやりましょう、いきましょう。じゃあそれではね、今回はねあの最近やっぱ雨が多いっていうことなんで、うん、雨がね、うん、でも神は、ね、うん、雨当たらない、避けます。なぜか神回避、なぜかというと、なぜ俺は雲の上にいるから。あ、そうだね。そうじゃない、確かに当たんないよね、上にいたらね当たんないですよ。そろそろねサングラスを外せということなんですよ、うん、外しちゃダメだよ、外しちゃダメだよ、神だから、ね、見せれないから、見せれないから、後で見て、後で。じゃあそうなんです、とりあえずあの僕先週ゴルフ行ってきたんですけど、うん、おおすごい。ゴルフの日ってちょうど雨だったんですよね、うん、天気予報がね、うん、でも、うん、まあ朝車で行くときはすごい降ってて、でもなんかこうゴルフ場に着いたらパッと晴れて、なるほど、今日行けると思って、ね、今日行けると思って、とりあえずレインコートは持ってきててんけど、うん、神レインコートいる、だって降らないんだったらいいじゃん、当たれへん当たれへん、まあ一応あのやっぱあの濡れたら嫌やからと思って、うん、で、まあ、レインコート持って行っててんけど、うん、晴れたからすごい、そのままもう楽しいゴルフができて、うん、もう快晴だったんでしょ、ね、そう快晴、ね、うん、快晴なんで、ちょっとあのじゃあその時写真をね、写真ね見てみましょう、ょこちらゴルフのね、まあ出したり曇ってるやないかい、全然もう曇ってるから全然青くないよ、真っ白じゃん、俺からしたらすごい快晴なんよね、快晴でやってくれよ、どうせ神なんだったら。神どれかわかる、神どれかわかりますか、一番右のやつね、一番右のやつ、一番左じゃない、あ、違う、一番右じゃない、一番そうそう、またサングラスかけてるよね、やっぱり、あー、そうアップ、わお、アップきました、すごいアップ機能、さすがニコ生さん、これそうなんですけどね、まあ、こんな感じでやってて、うん、もう終わったらまた雨降り出して、うん、うわ、今日ついてると思ってやったらついてるじゃなくて、それをやったんでしょ、あ、そうそうそう、あ、そうそう、俺、電話一本であのお天道様にあの雨やなしで言うたらできるから、電話すんなよ、うん、そう直通テレパシーとかやってくれよ、から、うん、はい、もうそんな感じで僕は雨に当たらない男、うん、だということなんです、はい、だから僕は神なんです、うん、で、お告げとしてはどうなの、お告げとしては、うん、僕とデートに行ったら、うん、雨上がります、はい、ということで今週もちょっと長いな、今回ね、まあいいんです、長いかな、ちょうどええぐらいだな、まあこんな感じでね、はい、僕とデート行きましょうよっていう、そういう感じですね、行ってくださいっていうことなんで、はい、じゃあ今週の神々のお告げでした、続いてですね、まあ、じゃあ iPhone 10 の紹介ということで、うん、今回まあナレーションさせていただきます、毎回ねその iPhone 10見るのが初めてということ で、ね、あのその説明をさせていただきます。 iPhone 10 の紹介いきます。 iPhone 10 とはキャスト数、敷地面積、うん、歴史、さまざまな面で歌舞伎町最大級のホストクラブと言えます。最大級、そう最大級、キャストは60人を超し、専属のバンドを雇い、ムードな空間を演出しております。おまた曲に限りありますが、バンドを従え、あなたの声で生ライブすることも可能です。でも指名してくれたらね、そう指名に限りとかね、指名に限り、そう社交ダンスのため のダンスフロアを設けており、うん、まあ、名実ともに歌舞伎町唯一のお店ですという、はい、で年齢層もね20歳から50歳まで幅広く、
ライブヒロイン。ライブヒロイン。必ずあなたの気持ちがワクワクすること間違いなしということで。間違いなしです。ということで皆さん、関心のある方も、はい、関心のない方も、はい、ぜひ足を運んでくださいね。はい。なくても来いよ。はい。ということで、はい。iPhone との紹介はこちらで。じゃあ続いてのコーナー行きたいと思います。はい。じゃあ次はこちら。こちらのコーナー。ドドンと。新人紹介、はい、今回はね、はい、あのね、ケンちゃん。ちょっとな、陽気な感じで登場してくれると思うんですけど、じゃあ、ケンちゃんどうぞー、こちらー、お、やべえ、やべえ、なんか来た、なんか来た、やべえ、やばい、やばいやつ、やばいやつ来た、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつ来た、やべえ、やばいやつ来た、よいしょ、ケンちゃん、ケンちゃんやってまいりました。じゃあね、あの、軽くプロフィールの方と、あとね、自分の宣伝行きたいと思うんですが、はい、行きましょう。僕はね、ずっとダンスやってたんでね、ダンス、はい、ね、だから今踊ったんだよね。あ、そう、社交ダンスもできるんだって、うん、あの書いてあるんだけど、その社交ダンスじゃなくてストリートダンスずっとやってました。ストリート、ストリート、はい、お、そんな写真を表す1枚、うん、なんとあるんですね。あります、あります、あります。じゃあその写真1枚目、どんどん、よし、どう、はい、濃いな誰これ、これケンちゃん、ケンちゃん、こっち来た方がいい、こっち、こっち、こっち、ほらカツラちゃん、これがこう、これがこの単発になるんですね。すごいね、これ。進化すると。ガチだね、これね。すごい。そう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 。ダンス、これは何ダンスなんですか？これのヒップホップですね。ヒップホップ。まあ、レゲエだよね。そうそうそう、まあ、こんな髪で、あのね、社交ダンスだったらビビっちゃう。ビビっちゃうね。習ってるけど、社交ダンスは勝手が違うからね、結構難しいですね。ちょっと踊ってほしいねんけど。まあ、どんな感じ？まあ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 。ちょっとちょっとやってみよう。まあまあ。お、まあ、お、まあ、はい、お、はい、お、はい、まあ、こんな感じで。ああ、はい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 。なるほど。すごいすごいすごい。ね、うん、まあ趣味がね、多彩ということでね、そうそう、まあ、ダンスもさることなれば、まあちょっといろいろ宣伝もあるみたいで、うん、じゃあ次の写真どうぞ、こちら、はい、ヒゲを生やしたらケンちゃんはこうなる予定ですっていうね、イメージ画像ということで、ダンディーで押していきたいんだけど、まだ新人だからヒゲ生やせないんですよ。なるほどね、うん、これどう、違和感あるかな、どっちがいいんだろう、どっちがいい、まあ聞いてみた方がいいと思う、ね、ヒゲって結構両極端だからね、うん、ないと、ね、イメージ画像そうそうそう、うん、僕は売れたらこうなります、こうなります、あ、売れたら、はい、いつ売れるかね、まあまあ、まず、まだ新人やからね、うん、来月、来月でも最近ない方が好きだって、ない方が好き、あ、いいじゃないですか、これね、嬉しいね、はい、でも、ちなみに今、うん、何歳、38だぞ、おっさんやないか、おっさんやないか、いやこの前もなんかおっさんの紹介してもたやん、おっさん2回前とかね、まさとかね、30歳、おっさん多数入らないか、38多数入らないか、30代の新人多いなぁ、まあまあまあね、38すごいね、もうすぐ40代だよ、いいじゃん別に、おっさんなるんだから、まあ、なるけど、まだなってないから、俺の背中見てきてくれよ、背中に今ちょっと横切るから見えないよ、俺の新人の背中を見てくれよ新人って書いてあるねということで、あの、陽気なケンちゃんですから、まあ、趣味もダサいということで、はい、次の写真、うん、どうぞこちら、はい、なんと、はい、図書館、こんなおしゃれカフェ、カフェじゃねえ、カフェじゃない、カフェじゃない、図書館、図書館、これどこの、これ麻布とかなんか、これね、千葉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 の図書館でかくていいんですよ、読書もたしなむケンちゃん、うん、そう、僕ね、歴史とかね、人間学とかそっち系読むんですよ、結構硬いの好きやね、めちゃくちゃ硬いですよ、織田、織田信長とか、うんこは柔らかいんですけど、めちゃくちゃ硬いんですよ、知らないよそんなの、めっちゃ今俺の話すごくされてるし、そんなじゃない、歴書の皆様、ケンちゃんおすすめでございますよ、歴書の皆様ね、はいはいはい、最近流行ってる歴書、はい、で硬い話は僕できますよ、硬い話、うん、でソフトなうんちは、あ、間違いない、そうそうそう、だからうんちの話はやめようよ、でもまだ早い、まだ早い、だからまあ、指示だから、そういうね、面白い、幅広い、面白くできるんよね、やっぱできますよ、ケンタでやっぱそういう何でもその何でも話せるとやっぱ面白い話ができるのは、なんできる、なぜフリーじゃないですよ、なぜなぜなぜその面白い話ができるのか、なんでだろう、うん、吉本って言ったからかな、吉本なんで、吉本 NSC ですか、なんとケンちゃん NSC 卒業で、卒業っていうことでいいのかな、だから話は全然うまいのかな、もしかしたら、いやいや、すまして言うの、まあね、うまいと思いますよ、だいぶうまいと思います、それをね、まあそのね、進化をやっぱりお店でね、そうそうそう、そうだね、確かめてもらって、うん、ここで出したらもったいないからね、吉本出てますから、絶対面白いですよ、いや、新人でね、この風格とこの落ち着いた感じ、なかなか出せないですよ、出せないね、まあ年って言ってるのもあるんだけど、うん、おっさんやから、おっさんやおっさん出せはないから、iPhone、まあ、ほらね、やっぱ今話してみてって、やっぱ来るんですけど、やっぱここはあれも、お店でぜひね、会いに来てもらったら、ほら、安売りだよ、せっかくね、お金もらって、あれ、ダメだよ、そんなで安売りして、はい、どうぞ、お金取んないとね、違うところ、いやいや、どうぞ、じゃあもう最後にね、もうアピールポイントですか、アピールポイント、最後、あの、はい、指名したら、うん、うん、どういうね、やっぱサービスがあるのかとか、あ、どれ、ヘルプももちろん受けます、俺のもともと芸人だった時の
コンビ名ドリラが書いてる。みんな作ってみて。まあ、それは誰が見てんのこれ。じゃあもういいですよ。いっぱいいるから視聴者ということで。お酒めちゃくちゃ飲めるよ。うん。じゃあ、最後はね、一言、最後ポイント視聴者の皆さん向けて一言お願いします。あ、そうそう、あの iPhone は、うん、あの社交ダンスとかすごいね有名で踊れるってとこだけど、うん、生バンドでね、でもディスコミュージックもかかるんですよ。その時僕とね、そっち系踊りましょう、ストリートダンスを。ディスコ、ね、うん、ディスコいいじゃないですか、うん、ディスコ。あと僕、人間見るの好きなんで、うん、まあ、その人のことを見てね、うん、今後どうやって人生楽しめるのかとか何でも話せるんで、うん、絶対来たら楽しいから。お、うん、来たらね、だって俺が俺じゃなかったら俺に会いに来たいもん。なるほど、なるほどね。一周回っちゃった発想じゃなかったら俺に会いに来たい。あれだね、自分が二人いたらいいなって思うタイプじゃないか。そう、あ、そうそう、そういうタイプ。僕もそう思います、やり方だったね。じゃあね、iPhone 10では社交ダンスもできて、そう、ストリートダンスも楽しめますよという、ね、幅広いダンスでやっていきましょうよ、iPhone 10。そんな感じのケンジでした。今回ありがとう。よっしゃー。やっぱ帰るのヒップホップで帰るんだよね。あ、よー、チェケラ、チョー、おいで、よってことで、はい、ありがとうよ。じゃあこんな感じでね、いや今日の新人さんはね、だいぶ安定感でした、ね、うん、そうだね、結構喋ってくれたしね、だいぶ安定感。じゃあそろそろ続いてね、じゃあ、フリートークのコーナーですね。今回あの話を遺言をあの応接書いております。代表から、あの前回の放送でね、あの僕らの浴衣の写真を出したら、うん、もう俺のはね、出せよ、あの人よく言うよねって、うん、今回いないんだよ。いないのに出せって、もうこれ圧力で圧力。うん。じゃあ、とりあえず出しておきましょう。あの、代表の浴衣の写真があるということで、こちら、ドン！どうぞ。はい、代表です。はい、代表です。代表です。はい、こんな感じで、こんな感じです。やっぱおっさんやな。相変わらずやっぱおっさんやな、ほんまに。それはもうおっさんだからしょうがないですよ、うん、お前ね。こんな感じですか、うん、代表、もう。代表もういいかな。もういいよ。代表いいよね、もうね、もう大体ね。あ、もういいです、代表。うん、うん、うん。そしたら下にもいらないし。あ、いっちゃってよしよし。よし、じゃあ、拾っていこう。ね。コメントなんか質問とかある方もいいんですけど、まあ、今回にちょっと待って、ね、先にアナウンサーでもらうと、あの前回のね、占いがね、適当だったじゃねえかっていう、あったんで、あの、今回はちゃんと僕あの、調べてやります。うんうんうん、あの、占いの方がね、ちゃんとね。お、そう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 。もうコメントはどう？コメントね、うん、とりあえずね、神々、うん、サングラス外せよの意見がすごいよ。それだいぶ最初だよ、ね、だいぶ最初。サングラス合ってないぞって言われたり、ゴルフね、ゴルフやろうね、みんな。ゴルフ。ね、僕たちみんなやろうねとか言っちゃっていいの？うん、一緒にやろうよ。ついてくるよ、うん、iPhone 10 100人ぐらいだとどうするの、うん、コンペ開けんの？コンペ開こうよ、 iPhone 10コンペね、どしどしご応募ください。ご応募ください。で、次回はまた何かあるんかな。次回来週とかもね、うん、また誰か次ゲストを呼べたら、ね、次でね、ゲスト呼ぼうね、誰かね、うん、まあ、そこら辺はちょっと僕らの裁量に任せてください。必ず楽しい会にするんで。どうしようかな、じゃあもう行っちゃおうかな、占いのコーナーっていうことで。やっちゃいますか。まあなんかあの、コメントありつつ、いちいち、ついつい拾ってくる、ね、いちいちじゃねえか。じゃあちょ、一回占いのコーナー行ってから CM 行きたいと思います。じゃあ占いのコーナー、こちらーということで、どうあの、占いコーナー。これさ、ほんと緊急特番なんだけど、ふみふみがいないからこうなっちゃう。そうなんだよね。まあね、いいよ。ふみふみが次回に来ます。ということで行きましょう。じゃあ今回も。ドンと。今回はね、占いはね、なんと、1位から3位、あと最下位のことにしました。尺が長すぎるね、4つ尺が。じゃあいきます。第1位、獅子座のあなた。イエーイ。俺や、俺。まっすぐ思いを告げると吉。正攻法でしっかり相手に思いを伝えて。恥ずかしがると運気が逃げます。あらあら。担当に、今日お店行きますってしっかり伝えましょう。あーっと今日、はい、2位は行きます。2位はヤギ座。熱い思いが募る時期。シングルの人、思いがけない異性にときめくかもしれませんが、その気持ちに、抗わないで。抗うの？携帯の覗き見は NG です。NG だよ、ダメだよ。携帯初回は自分の直感を信じて飲み直すといいでしょう。おー、飲み直してください。はい、3位、3時に第3位、ね、誰が文明とです。大牛座のあなた。牛座です。熱い愛を体験できる時期、はい、こんな人に会いたいと思いを巡らせると吉。もし会ったらそれは告白のチャンスです。おー、今回もしてください。今すぐ iPhone 店に駆け込んで、はい、ということで iPhone 店に来てください。番外編、僕がね、天秤座だから5位も発表しちゃおう。はい、人で賑わう場所、5位かいっつって。人が賑わう場所に恋あり、1対1より大勢に月のある運ということで、特に音楽フェスなど絶好のパワースポット。告白していいよ。 iPhone 店の生バンドを聞くとさらによしってことで。さて、最下位、サソリ座のあなた、すいません。はい、邪魔者が入りやすい運気、年上のライバルが登場しそう、うん、気をつけて、うん、気をつけて。サソリ座運気を変えるポイントにね、これ大事、やっぱ最下位だけど ね、誠実な対応すると高ポイントということで、丁寧に高級シャンパンを開けましょう。はい、ということで CM の方を3、2、1、ドーン。
あ、あげてもた、あげてもた。あらららやった。さあ、いらっしゃいました。はい、お皆さんおなじみ。はい、来ました。ふみこがいないから、とわこまた来たよー。来ましたね、また。なんかね。今日はね、はい、二人なんで。二人だね。お客様と、ヘルプで、お客様といつも通り、メーテル、あ、今回いらない。メーテル大丈夫、メーテル、メーテルがメーテルって叫ばないよね、今考えてみて。そうだよね、俺、はい、でもこんな感じで、今日はホスト NG コーナーがね、いつもあったんだけどね。そう、今日は NG じゃないんだよね、今日は。今日は TGC っていうことで。なんだそれ、なんだそれ。 TGC のコーナー、東京ガールズコレクション。そうそう、ガールズね。私はガールズになってパリコレを歩くの手を言っちゃうんだよ。そうじゃない、じゃないね。今回はなんと、今日は、とわこ、とわこ、愚痴コーナーということで、とわこ、愚痴コーナー。なんとね、このコーナーですね、いや、痛くはないんだよ、痛くはないんだけど、とわこってね、やっぱりね、気づいちゃうの。全部。細かい、もうテーブルマナーに気づいちゃうから、もうそこを皆様にね、お届けしようかと。そうですね、じゃあ僕からとりあえず、ヘルプで。そう、ヘルプ。まあ、ヘルプ今ね、どっか行っちゃってんの。担当シャンパンで呼ばれちゃったから、私。そうだよ、もう。あなた、とりあえずちょっと作って。もうとわこさんね、あのいつも焼酎しか飲まへんから。そう、焼酎ね、もう焼酎しか飲まへんからね、もう焼酎つけてるけど、すいません。ちょっとあの、ちょっと待って、あなた、まずね、ラベルは私の方向けなさい。ラベルは、ラベル何横向けてるのよ。ラベルは私に見えるようにつきなさい。すごいな。そう、ね、私に見えるように、まずラベルは私に向ける。お客様に全部向ける。それ基本よ、基本。わかる？はい、すいません。あんた今ね、継ぐ時にね、グラスにの注ぎ口。あ、すいません。注ぎ口入ってるのよ。はい、ちょっとそれ、ね、やめてよ、誰か知らないじゃないの、それも。すいません。これ罰？もう罰だらけよ、さっきから。あんた本当思って。もうお水注ぐ。まあ注ぎだったらまあ大丈夫ね。オッケー。おー。じゃあ出してもらって。混ぜ方下手くそ、あんた。音立てちゃダメよ、そういうのは。もうクラブなんだから、本当に。もう MC だらけな、あんた。もう全然ダメじゃない。もうそろそろ怒ってきたよ、私。はい、もらいました。はい、ありがとうございます。って、皆さんこれね、待って。あのね、こっちのマーク見える？このね、マークはね、あの基本的にお客さんの方に、回すもんね。わかる？あなた。またダメだ、本当に。なってないね、この店、本当に。ちょっとよく見たら待って。ペットボトルもこっち向いてないじゃん。あららら。ペットボトルなんで後ろ向いてるのよ。ね、これもね、あの。ねえ、そのバーコードとか私読みたくないから、本当にもう。富士山麓のマーク見せて、こっちにも。本当にすごい。ねえ、乾杯。なんで自分が上なんだよ、本当に。下をね。もう怒るよ、本当に。私怒ってるけど、ちゃんと上げて上に。じゃあ、いただきますって言われて。いやー、美味しいですね。いや、美味しい。やっぱり口紅がついちゃうからね、これ。新しいの作って。いや、担当さんいないで何やってやるね、本当にね。もう新人を教育するのが私のつってね。ということでね、やっぱりね、待って、あ、ピンポン押した。間違えた。あのね、私はね、唇をこっちにつけるの、あなた。すいません。こっちに置いたら唇まみれでグラスの口真っ赤になっちゃうよ。ダメだもん、あんた、そうやって。すいません。もうそういうのダメよ、本当に。ちょっとしっかりして。待って。何あんたおしぼりで拭いてるの。え、おしぼりってされしょ、私がトイレから帰ってきた不浄の手を使ってるおしぼりでしょ。あんたハンカチで拭きなさいよ、それ。はい、ハンカチか、はい、あの、なんていうの、もうその辺のティッシュみたいなやつ、ティッシュでね、ナプキン？ナプキンでね。もうしっかりしてよ、もうこの、はい、頑張ります。もう全然ダメじゃないよ、このヘルプも、本当に。もうすごい気づいちゃうんだから。あ、待って、グラス、この氷の穴、なんで私の方向いてるの。これ、習わなかった？あ、はい、氷のこういう溝は、ちゃんと横にしなきゃいけない。そうですね、はい、気をつけまーす。あなた NG だらけね、ほんとに。はい、すいません。どうしちゃったの、ほんとに。はい、もうこんな感じで。早く担当さん帰ってこないかしら。担当さん今日、もう僕殺しちゃいましたね。担当あっち行っとけっつって。俺がやるからっつって。ちょっと面白かった。あなたいいね。ありがとうございます。じゃあ、あの、ちょっとあの、連絡先だけ教えてください。連絡先、うん、分かった。東京160の、誰が教えるかっつって。えなんであんた聞くのよ、って。教えちゃうじゃない、その気になって。これ爆弾行為になっちゃうんですかね。爆弾行為。そうか、すいません。いや、もう今日はもうこんな感じで、こんな感じでね、こんな感じの、まあ TGC、 はい、でしたね。ただいま、みんなただいま。あ、今日は帰ってきました。いやー、こんな感じで、あの、いろいろ、あの、やっぱお客様がね、あの、気づくことっていろいろあると思うんで、はい、気をつけようっていうことなんですよね。いやね、あのね、いた客じゃないんですよ、こういう人たちって。あのね、ただね、目が肥えてるだけで、そういう時に気になっちゃう。やっぱりお客様がね、あの、お金を払って、高いお金で飲みに来てくれてるんだから、そういうところを気づかせないのがホストの度量ということで。そういうことです。ここまで行っちゃうと、確かに、あの、細かすぎるかもしれない。はい、でも、僕らはそれに合ったサービスをしてるんだから、そこはしっかり気をつけなきゃダメですよね。まあ、痛いとは言わない。はい、これは、あの、正式なね、ルールだし、これは僕らは教えられてるんで。はい。はい。ってことで。決してあの、お店ではこういうことはやってませんからね。ちゃんとみんな一緒で。それがもし違ったら、優しく教えてあげて、はい、このトークみたいに怒っちゃダメよ。そうですね。
まあ皆さん優しいと思うので、うん、はい、それを信じて。まあトワコはね、ちょっとね、見えちゃうから気づいちゃったってことで、今回、TGC のコーナーでした。はい、よいしょーってことで、来週はね、HNC やろうね。ね、ホスト NG コーナー、うん。そろそろふみふみ戻さないと。そうだね。ふみふみ戻さないと。ね、ふみふみ戻さないと、もうそろそろもうあの顔見たいよね。うん、そうですね。だいぶ濃いんだけど、まあ毎週はいいのか。うん、まあトワコはもうとりあえずもう、工程やからね。トワコ泣かない。トワコ出たくないよ、ネガワクバ。次行きますか。はい、次行きましょう。告知事項ですね。はい、次じゃあ告知のコーナーということで、はい、じゃあ今回、ね、来たるあとね、4日 ?3 日後かな。こちらがあります。ドンと。なんだこれは。大島かおるが行くホスト体験ツアーということで、こちらグループ団体が主催しております。はい、このツアー、なんと、はい、いろいろなその箱が違うんですけどね。うんうん、全部で合計5店舗。こちらに、皆さん、ホストクラブ初めての人がね、そうですね、行けるということでございまして、まあ、初回みたいな感じで、うん、で、うん、あのね、これはね、チケットをね取るにあたってグループダンディっていうところに直接ね、サイトに飛んでいただいて、はい、チケット応募のコーナーがあるんですけれども、はい、ですね、なんと iPhone 10 1名様完売してしまいました。完売しちゃいましたね。いや、よかった、1名様、まあ、そうですね。で、皆さんまだね、心配しないでください。まだ2名様分の1万円、これ2人、1万円ポッキリなんですけど、2名で1万円。はい、ここにね、パセラのハニトーと、トークショーが最初ついてます、一部でね。はい。下に映ってる5人、結構もう有名な方ですよ、これ、ね、もう全部。全部実力者。iPhone 10からは、そう、なんと、イチさん。イチさんです。イチさん。イチさんがいらっしゃいます。ということでね、そのイチさんも来る中で、一部では、トークショーってことで、ホストっていうのはこういうものですよ。うん、ホストっていうのはこう、はい、こういう、なんていうの、営業だったり、まあ、こういうスタイルで営業してますと。うん、そういういろんな人をね、そのいろんな個々からの、視点で話が聞ける貴重な機会でして、はい、で2部はですね、9時からその実際にお店の方に行って、うん、接客を受けると。できると、はい、はい、僕たちも、ね、ちょっとちっちゃく出しておいてもらってもいいですかね。僕たちもね、できるんで、はい、23でまだね、iPhone 10の2名様が空いております。はい、もうぜひ言ってくれたら嬉しいですよね。そう、振るってご応募ください。ニコ生見たよっつってね。確かに確かに、ニコはね、うん、この対決はまだ全然間に合うので、はい、皆さんどしどしご応募ください。お願いします。ということでね、じゃあそろそろ行っちゃいましょうか。僕の今週のなんちゃらってやつ。ちょっと待って、ちょっと待って。何、とりあえずもう一回バースデーだけ紹介しておこうかね。バースデー行こうか、うん、じゃあ準備してたらよろしく頼む。ね、まあ1日一緒です。会長、名誉会長、相田名誉会長が誕生日でしたね。でもう一人、源さんが誕生日でした。おめでとうございます。うん、おめでとうございます。18日、あ、この前ですね、おとつい、エイジさん、エイジさんすごかったよ。誕生日おめでとうございました、うん、そして24日、今週の日曜日、来た24日、おー、ふみふみ、ふみふみがバースデーでございます、うん、じゃあ皆さんで盛り上げてほしいですね。うん、そして27日、27日、木田さんです。木田さん、はい、このね、4名がね、はい、誕生日ということで、皆さん、はい、ふるってぜひいらっしゃって、みんなをお祝いしてくれたらいいと思います。来てほしいですね。じゃあなんとね、ちょっとそろそろ活動再開しちゃうと思うんですけど、さあ今回からやってまいりました。どうじゃあまずね、コーナーっていうか、うん、1枚の写真をフリップお願いします。ドン、ね、ということで、はい、ね、前回お伝えした私ボーカロイドの歌い手やっておりまして、ちょっとまあ放送の中で歌ってはどうかということで、ちょっとワンコーラスだけ ね歌わせてもらいたいと同時に、この前の相田会長のバースデー、気になる方もいたと思うので、はいはいはい、そちらスライドショーにして、しながら、ね、まあ、バックミュージックは僕の歌ということで、じゃあ行きたいと思います。こんな感じで最初はね、やっぱトーンはハローで検索って言ってるぐらいだから、うん、ハローハワイユーぐらいで行きたいかなと。歌ってもらいましょう。思います。いい歌です、ハローハワイユー。じゃあということでね、今の今週からもうこれレギュラーになるんですよね。レギュラーにしたい。レギュラーになりましょう。あ、来ました。じゃあちょっとスライドショーの方に。はい、拍手を手拍子を。いや、緊張するな。ハロー、窓を開けて小さくつぶやいて、会長のバースデーです。これもういない部屋で一人、もういい朝だったと、土砂降りの朝だって言った、私の目地を誰が巻いて、I'm not sure if I'm not yet
ないでも知らないけど、あれが一体どういうつもりですか。どうでも女でだからなこと口をつり出たのは嘘。どうして今日も私は貴重な言葉を浪費して生きてゆく。なぜ隠してしまうのですか。恨まれるのが怖いのですか。誰にも会いたくないのですか。それ本当ですか。曖昧と優雅の海を越えて息も出てほど苦しくて少し声が聞きたくなりました。本当に弱いなってことで、はい、これも消えんの。はい、ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。いやー、後ろで歌ってましたよ、はい、だいぶエコー強気味になったよ。東亜くんの生歌でした。いやー、ちょっとね、もうちょっとなんか次はアップテンポのやつもいいかと思います。はい、いい歌ですね。はい、まあ、先ほどあのスライドショーで流してたのが会長のバースデーイベントということなんだよね。うん、そうだね、バースデーね、まあ、ああいう感じでもうもう人すごかったね。全部で100人以上いたね、あれ多分ね、マリリンっていうあの、うん、お鍋のすごいいたよね。ということで今回エンディング迎えました。はい、いや今回はだいぶゆとり設計だったんじゃないですか。そうですね、ゆとり設計ね。はい、なんかね、どう視聴者の声でね、詰め込みすぎって言われたことがあるよね。まあ、あったね。うん、じゃあこんな感じで、ね、次週からどんどん放送していきたいと思います。はい、ね、そしてね、もう次回はね、神々のコーナーをもうちょっと話がうまくね、できるようにしていきたいなと。ちゃんとね、ね、お告げっぽくしないと。そうだね、神々のお告げってやってるんだから、ちょっとお告げっぽくしないとダメだなと。お告げしますね。うん、うん、お告げしてください。まあ、優しい声でまったり聞いてしまいました。ありがとうございます。はい、そのまま寝ちゃってくださいね。はい、ダメだよ、電車の中で寝ちゃね。ちゃんと終電で降りてね。寝る前に終電で降りて、歌舞伎町来いよって話。確かに、そのまま行く。もう終わっちゃいますよ。と、はい、いうことで、じゃあ最後のタイトルコールいきましょう。はい、さあ、グルダン TV のアイラブ俺と見せかけて、おーい、ありがとうございます。よいしょ、みんなバイバイ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を